魔法なれ6は良かったっすね。ここで折り返し地点なんですけど、やっぱこの作品ワンクールでのお話の作り方が上手くなってるなと思います。まあ、今回はハッピーホリデーということで、マグミのメンツが実家に帰ってるんだけど、まあ、クルミやユズやマグミから普通科に落ちてきたアニックくんとか、まあ、みんなはいつものメンツであれこれやってるっていう感じですかね。今回思ったのは、進路を決めるという話で、クルミ自体はマグミに入るつもりではいたけど、本当に自分も魔法使いになれるのかということは、まあ、そこまで想定していなかったから、逆にモチベーションが下がってるんだけど、一方で、ユズも、いろいろと背景が掘り下げられて、魔法使いになりたいというモチベーションが、まあ、見えてきたわけで、ここでクルミとユズのモチベーションが、まあ、お互い1話の頃より反転してるのも、まあ、ワンクールの6話という中盤地点でうまく見せてるなと思います。一方で、まあ、結構マグミが厳しいっていうところもあって、アニクくんがマグミから普通科に落ちてきて、まあ仲間入りするんだけど、クルミにあれこれ、まあ、ちょっと赤面してる感じとかは、デリシャスパーティープリキュアのヨイちゃんとシナダを思い出しますね。なんか同世代男児キラーなところとかは、デリシャスマイルって感じです。うん。でも今回の見どころは間違いなく、クルミとユズの関係で、普通科のメンツが仲良くなってるのと同時に、いい具合にゆりゆりしてきていいなと思いますね。呼び捨てイベントをここで消化するのもなんだけど、やっぱ話の途中になってきて、なんか仲良くなってくとか、フラグが立ってくとか、そういったところも、まあ、こういう女児向けっぽい雰囲気のアニメの見どころなのかなと思います。いや、魔法なれいいですよ。これはやっぱシナリオの作り方がうまいなと思うから、本当おすすめの一作です。